3、2、1、9。 Hey guys。 Hey guys。 Yeah。 はい、今回は、yeah。 新しくトドのおもちゃをサメが作りました。あーにゃ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 、あらら、新しい、あの三つ編みがすごい編まれてますね。そう、これね、自分で考えた、まあ自分で考えたんですけど、うん、そのアイデアの最初っていうのが、うん、自分じゃなくって前回のアッシュのトリプルリングから着想を得たんですよね。そんなんあったっけ？ありました、ありました。あったっけ？ありました。あの大絶賛のトドたち。あー、思い出した思い出した。そう、まあトリプルリングは3つの輪っかをね、コースの輪っかをつなげたおもちゃなんですけど、うん、まあ遊ぶって言ったら遊ぶんですけど、うん、まあよくよく観察したら、うん、噛んでるんですよ、ホースを。ガジガジしてると。で、特にすごく噛んでるところが、うん、ホースの結び目、うん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 、結び目をめちゃくちゃ噛んでるので、うん、これ編んで、うん、結び目っていうか、そういった編み部分をめちゃくちゃ多くしたら、大半これそうですね、そう、トドたちめちゃくちゃ噛んで遊んでくれるんじゃないかなと思って。なるほど、この辺作ったんですよ。着眼点が素晴らしいな、はい、これな、多分な、うん、あのイルカめっちゃ好きやと思うけど、そうですね、ガチガチ持って沈みそうですね。すごいね、器用やね、コ、うん、ースを三つ編みにするだろう。三つ編みと三つ編みじゃない部分、ね、そうやね、ここね、ぐる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 、なんか犬の骨ガムみたいな。上手にやったの、早くと、早くよ。これは一体何なんだと、なれちゃんがトリプルリングの時そんな反応せんかった、せんかったね、せんかったやん。で、今からこれ、あ、そう、名前言ってませんでした。名前、これ、ガジガジくんです。いやー、ガジくん、なんやねん。このガジガジくんを今からトドたちにおもちゃとしてあげます。わかりました、はい。それでは購入いきます。せーの、ウリア、遊べー。どぼーん、ガジガジくんが投入されました。つまり押すってことですね、あのおもちゃは。押したり、ガジガジくんは、いけ、お、ガジガジしてる。やれ、三つ編み部分噛め。で、三つ編み部分もすごく凝ってて、うん、お、すごいやん、すごいやん。すごく密度の、高い編んでる部分と、そうでない部分という作ってまして、まあ、ちょっとね、凝ってるんで、そういった噛み心地の違いを彼女たちに楽しんでいただければなというふうに作りました。はい。なんかこの光景、この前にもなんかデジャブ見たな。見たような。こんな気分じゃなかった。いや、なるほど。いけ、いけ、あ、いた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 、よしよしよし、おお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 お、沈まる、沈めろ、おお、お、持ってった、持ってった、おお、沈めたらホースなんでいい感じに浮き上がって動いてくれるので、そういったところもね、楽しいのかな。普通のところもなんか気にしますね。そう、分かれてる。長さもね、微妙にするよ。トンボじゃねえぞ、今トンボに目移りしたな。あ、トンボの方か。トンボめっちゃ楽しいもんな。不規則な動きするし。何かな、嬉しくなってたら。どうなんだ。うわー、スルー。スルーしましたね。悲しいかな。これが現実。遊べ。はじめましてだろ。平和です。今やるぜ。平和です。これがね、まあおもちゃの現状ですね。そうですね。ハマるときはハマるけど、おもちゃのリアル。ハマらなければハマらない。おもちゃのリアル。で、まあ、ヒレ足はね、季節によって全然違うからね。そう、今はちょっと自分で忙しい時なのかもしれない。繁忙期やから。遊んでられない。6回ぐらい行くんじゃね？6回ぐらい行くんじゃね？なでるだけ。はい、じゃあ今回これ何点ですか？自己採点してください。自己満足は結構点数高いんですよ、はいはいはい、自分自身としてはもう80、90は上げたいなと思うんですけど、はい、まあ、実際に入れてみてもこういう結果なので30。わあ、低い、厳しいですね、厳しいですね。これ俺が、あの壱岐イルカパークでリベンジしますわ。お願いします、はい、イルカめっちゃ好きやと思ってたな、うん、よっしゃ、では、
はい、サメのガジガジくん、はい、ガジガジくんでした。では皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあライアン、これコエルにやったらおもろいかもな。あ、そうですね。